ネ20。ネ20は、第二次世界大戦末期に開発され、日本で初めて実用段階に達したターボジェットエンジンである。海軍航空技術省、空技省が中心となって、研究、開発が進められ、ほぼ同時に試作された、特殊攻撃機立内へ搭載された。戦時中に、ナチスドイツからもたらされた、BMW-003 の図面を元にしているが、 完全なコピーではなく、ネ12等の先行する、ジェットエンジンの試作で蓄積された、研究結果も活かされている。そもそも図面の大部分と実物のエンジンが、積載されていた、イ後第29潜水艦が撃沈されたことにより、海没していいので、コピーの仕様がなかった。なお、形式名のネは、燃焼噴射推進機の頭文字である。高速で飛行して、 敵の迎撃をかわし、目標まで到達するというコンセプトの攻撃機である。立花の開発において、機体には、そのような高速飛行を実現できる、ターボジェットエンジンの搭載が決定され、種ヶ島自給大佐、後の日産自動車顧問が研究を続けていた、分流式発動機、ジェットエンジンの研究をもとに、空気省と石川島重工業が、軍民一丸となって、 開発を進めることとなった。開発の過程で問題になったのは耐熱性素材の確保であった。当時はコバルトやニッケル等の希少金属の使用が制限されており、やむを得ずステンレス鋼が使用された。開発は当初、神奈川県の横須賀市及浜にあった空気章で進められたが、後に疎開して、秦の市にある専売局の倉庫で実験が行われた。 ネ20は12機試作され、4機が地上試験、1機が空中実験に供されて、残りが立花の飛行試験に充当された。そして終戦までに約50機が量産された。終戦によって開発は中断されたが、その経験は戦後初の日本製ジェットエンジンである J3 の開発に生かされている。ネ20は、 ドイツの軸流式ターボジェットエンジン BMW-003 を参考として作られていた。当時日本では TR10 改め、ネマイナス10、続いてネマイナス12エンジンの開発が進んでいたが、ネマイナス12エンジンは中途半端なので一切誤破産にし、出直す方が賢明であるとして、BMW-003 を参考に、新たなネマイナス20。 水力 475kg の開発に着手することとなった。ただし BMW エンジンの図面を見た、開発人は、ネマイナス12エンジンの開発の方向性が間違っていなかったとして、帰って自信を取り戻したという。実際にもネマイナス20開発はゼロからのやり直しではなく、ネマイナス12開発の経験が生かされており、外部の技術を参考にした。 開発計画の継続といえる、1945年6月ようやく完成にこぎつけた。軸流式圧縮機を8段備え、圧縮比は約3.1であった。稼働時間、耐久時間は数十時間と短く、同時期にイギリス、ドイツ等、諸外国で開発された同種のジェットエンジンに比べて短かった戦後クライスラー社による試運転では、 11時間46分の試運転の後、タービンの在イグロ検査を実施するも、クラックは認められなかった。耐久性の低さの原因は、複数あるが、タービンの素材として、ニッケル、コバルトを主成分とした耐熱材料が得られなかったことや、英国やドイツでは、タービンブレードをタービンディスクに取り付ける分をはめ込みまたは、ネジ止めにして熱応力を逃がすとともに、 ディスクとブレード間の摩擦によって振動を減衰していたのに対し、ネ20ではそのような構造を用いなかったためにタービン取り付けに亀裂が生じたことがその主因であった。また、工作精度の低さ等により、水力実空受け座がね、通称プロペラリングの焼き付きが起こったが、その部材に小芝貞田博士、当時日立製作所、現日立金属や杉工場や金研究所の 合金設計した CRW 鋼、クロムとタングステンを含む鋼を用いることで何とか実用化にこぎつけた。燃焼室にもステンレス鋼を使用したが、後に軟鋼をアルミニウム紳士して表面に硬化耐色性を持たせるようにした。なお、BMW-003 等では、高圧空気、ブリードやを、 燃焼室の壁面から噴出させことによって燃焼炎が燃焼室壁面に直接当たらないように工夫されていた。戦後に生産されていたネュウは秘密保持のためにことごとく破壊された。これを免れわずかに残っていたものも研究、試験のためアメリカ軍によりアメリカ本土に持ち去られるなどし日本には一機も残らなかった。戦後しばらくして 日本で開催された第4回国際航空宇宙賞にアメリカのノースロップ大学が保有していた一機を借りてきて展示することになったが賞の終了後も開発者の中心人物の一人であった長野治がもともと接収されたもので所有権は自分たちにあるとして返却することに強行に反対した結局ノースロップ大学の行為もあり永久無償対応として 石川島張馬に保管されることになった。現存する国内に存在するただ一機の根20がこれである。現在は IHI、旧社名石川島張馬重工業の資料館で保全されている。アメリカでは研究のためクライスラーにも届けられ試験が行われたが、そのデータが後に制作したカスタービン自動車のクライスラーターバインに生かされた可能性が指摘されている。 なお戦後に航空機製造へ乗り出したホンダ技研工業は後発組であるためジェットエンジンの研究において同じ自動車メーカーが製造したターバインを参考にしたという他に一機がベースミソニアンの航空宇宙博物館別館に展示されている本機自暴頭部写真コンプレッサーの効率を向上させその分コンプレッサーの段数を減らして 出力と燃費の改善を図ったネ20回が設計されたものの、設計のみで試作エンジンは作られなかった。国立科学博物館で設計図の現存が確認され、製作が検討されている。圧縮機が8段から6段に減らされたが、推進力は向上したとされる。立花に搭載された場合、時速ロメートルとなりネ二十より15%向上し、 燃費は24%向上する。戦後、技術は発電機のタービン製作に生かされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。